トランプ氏は、フーの資金を中国と同じレベルに戻す計画。ドナルド・トランプ米大統領は、中国と同様にフーへの援助を 10% 回復することを検討しており、トランプ米大統領は16日、政府が医療機関に関連する多くの提案を検討していると述べました。ロイター通信のチャンネル、FOX ニュースによると、ワシントンは古い貢献の約 10% を貢献することを提案している。世界保健機関、WHO は、トランプ大統領が利用可能であると述べた草稿を引用しました。中国の WHO への貢献により、WHO の資金を部分的に回復する用意がある。現在、米国は WHO の最大の援助国であり、年間約4億ドルの援助をしています。したがって、米国が拠出金を 10% に戻すことを決定した場合、フーに対する米国の年間資金は4.0米ドルになります。フーへの貢献の再開についての批判に応えて、トランプ大統領は5月16日にこれは検討中の多くのアイデアの一つに過ぎず、最終的な決定はなされていないとツイートした。トランプ大統領は4月14日、誤った情報を宣伝している組織を非難し、フーへの米国の貢献を一時停止したと強調した。中国での COVID-19 の発生。トランプ氏はまた、米国政府はフーの再評価を行うと述べた。フーの当局者は、この告発を否定しているが、中国はそれが透明で開かれていると主張している。ロシアとインドは、中米対立を巻き込まないようにしなければならない。ロシアとインドは、米国と中国の間で高まる競争への関与を絶対に避けるべきであり、同時にこの対立から遠ざかろうとする国々のグループをリードすべきであるとフョードル・ルキャノフ氏、局長バルダインターナショナルディスカッションクラブのリサーチディレクタータスによると、フヨードル・ルキャノフはバルダイクラブ、有名な国際フォーラムの一つのオンラインセミナーでこう語っています。過去15年間で最も信頼できるものであり、政治家、経済学者、ジャーナリスト、アナリスト、世界的に有名な大学の教授たちと、インディアン・オブザーバー・リサーチ・ファンデーション、ORF。勢いを増している、米中対立を絶対に避けるべきだ。近い将来のロシアの外交政策の課題の一つは、一方では、均衡システムを構築することであろう。ルカノフ氏は言ったとはいえ、この対立に参加することを妨げ、その一方で、絶対に参加するつもりのない国がいくつかあるという事実を利用することを許可した。新たな方法で新しい世界に自分たちをまとめること。インドとロシアは主要な旗として機能できると思います。タスは、ルキャノフ氏が2年前にバルダイクラブでの議論に参加した一部の人々が、ロシアとインドが引きずられないようにするための努力を集めるべきだという意見を表明したことを思い出したと報告しました。米中対立に、当時、多くの人はそれを非常に架空の可能性と考えていました。しかし今、それは適用されるタスクになっています。ロシア科学アカデミーの極東研究所の上級研究員、バシリー・カシン氏は、パンデミックの状況において、米国の内部政治の論理は、中国との対外紛争を非難するようシフトすることだと述べた。COVID-19 パンデミック危機のため。一方、中国のナショナリズムの仕事はより発展し、中国の外交スタイルを変えています。紛争はさらに悪化しており、ナショナリズムの増大と両国間の現在の敵意は、相互破壊の措置につながる可能性がある。カシンは、保護主義的障壁の増加、制裁、米国企業の中国からの撤退活動のスピードアップなどの措置について言及しました。そのような措置は両国に害を及ぼし、世界の政治と経済の構造変化、中国に注意、アメリカは緊急に地下狩猟ヘリコプターをインドに移送。インドとアメリカの政府は、米国がそれらを促進するためにそのインベントリで、いくつかのヘリコプターさえ諦めるまで、アメリカの地下狩猟ヘリコプターをインド海軍に移すことを急いでいます。シコースキーの海軍ヘリコプタープログラムマネージャー、ロッキード・マーティンの子会社であるトム・ケインは、
5月15日に記者団に次のように語った。これらの航空機の配達は確かにインド海軍が受ける最優先事項の一つです。これらの航空機の準備をスピードアップするように頼みました。それは緊急の必要性です。ニューデリーは高度なヘリコプターを迅速に所有したいと望んでおり、ワシントンはインドが中国の増大する海軍力に対する緩衝地帯に近づくことを望んでいた一方で、アメリカ海軍はシコルスキーには3つのブランドの新しいメガヘルツマイナス 60RC ホークを在庫に投入し、来春にニューデリーに供給するためにインドの基準に従ってそれらを改善しました。米海軍は今後数年間で新しいメガヘルツマイナス 60R を受け取ります。残りの21台のメガヘルツマイナス 60R ヘリコプターは2023年と2024年にインドに納入されます。改良のほとんどは通信とデータ共有に関連するメガヘルツマイナス 60RC ホークに行われます。インドが海軍の船舶、無人潜水器具、漁船の軍隊として古いイギリス製の海軍ヘリコプターの中隊にとって変わるために数十年をかけている最中です。中国の海兵隊はインド洋地域にその活動を拡大しています。COVID-19 に関する恐ろしい風の警告。COVID-19 の流行を引き起こしたコロナウイルスの新株は HIV として5月13日に世界保健機関 WHO に警告するため永遠に耐えることができます。このウイルスは私たちのコミュニティに存在する別のウイルスになる可能性があり、決してなくなることはないと WHO の緊急プログラムのディレクターマイク・ライアンは記者会見で語った。私たちは現実を見ることが重要だと思います。そしていつ流行が消えるのか誰も予測できないと思いますと彼は付け加えました。私の意見では、ここには約束や時間制限はありません。この流行は続くかもしれないし、そうでないかもしれないとロイターはライアン氏を引用した。しかし、当局は世界がこの病気に何とか対処できたと述べたが、ワクチンが見つかったとしても、多大な努力が必要であると彼は述べている。非常に困難です。すでに臨床試験にかけられているものを含め、100種類以上の潜在的なワクチンが開発されていますが、専門家はコロナウイルスを効果的に予防するワクチンを見つけるのが困難であることを強調しています。1日前の12号に、WHOの別の高官は、コロナウイルスの新株の起源を特定することで、COVID-19 ウイルスが人類にどれほど早く侵入したかを知るのに役立つと語った。これは動物性ウイルスです。したがって、ウイルスが人間の侵入にどのように適応したかを理解するように努めなければなりませんと WHOの感染症担当ディレクター、シルビー・ブリアンは述べた。多くの研究者は、コロナウイルスの新株はコウモリに由来するが、人に伝染する前に、他の種に伝染したと信じています。ウイルスはこれらの動物で増殖し、少し変化し、最終的には人に感染するウイルスにつながりますと、ブリアンディレクターは付け加えました。中間宿主を発見することにより、ウイルスの起源を追跡することにより、この現象が再び発生するのを防ぎ、人間と種の間の感染を防ぐことができます。動物。ある種から別の種にジャンプするたびに、ウイルスは少し変異する可能性があるとブリアン氏は語った。それは治療に影響を与える可能性があります。ウイルスは耐性を持つようになるか、ワクチンがもはや有効でなくなる可能性があります。中国はファーウェイ社との不当な抑圧をやめるように、米国に求めました。中国外務省は5月16日、米国がファーウェイなどの中国企業の不当な抑圧を停止する必要があると発表し、5月16日、中国外務省は米国が停止する必要があると発表した。ファーウェイのような中国企業の馬鹿げた抑制。5月15日、トランプ政権は通信大手のファーウェイテクノロジーズに、チップの世界的な供給を阻止及び分離する規制を発表し、中国の報復について懸念を表明した。
韓国と米国のチップメーカーに被害を与えた。中国は法的権利の面で自社をしっかりと守るだろうと、中国外務省は北京が米国に対して報復措置を取るかどうかについてのロイターの質問への回答に対する声明で述べた。か否か。昨年、米国は通信機器の世界的大手プロバイダーであり、5G テクノロジーのパイオニアであるファーウェイを禁止し、米国政府のシステムにサービスを提供し、民間セクターを推奨しました。ファーウェイ機器を使用しないでください。ワシントンは、中国のファーウェイを及びとしたコングロマリットが政府と密接な関係があること、及びこれらのメーカーのデバイスが他の国や企業をスパイするために使用される可能性があると長い間主張してきました。両者は常に主張を否定している。